サレ共和国もしくはブーレグレグ共和国は1624年頃から1668年までブーレグレグ側の河口に存在した都市国家。これを建国したのはスペインから追放されてきたモリスコ共同体だった。彼らはバルバリアにおける奴隷貿易や海賊に従事したし、ブーレグレグ側の対岸ラバトから見たサレの急行。1609年スペインは フェリッペ三世の下で、モリスコ追放令を出した。これを受けて17世紀初期、西スペインのウルナチョスから3000人の裕福な、モリスコがされに到来した。その後からも1万人の食い詰めたモリスコがやってきた。文化や言語をことにする、モリスコ難民と現住民の間に圧力が生じた、ため、モリスコは、川の対岸のラバトに移った。モリスコ難民によって組織された海賊は、 地中海や大西洋に展開し、スペインなど、キリスト教国の船を襲った。1624年、オランダ人海賊のヤニヤンスゾーンが大帝国の称号を得て、サレラバトの統領となった。ただしこの頃のサレラバトはまだ、マラケシュサード町のスルタンムーラーイズイダンアブーマーリに従属していた。1627年に、ヤンスゾーンがサレを離れると、 残ったモーリスコ海賊はスルタンへの従属と10分の一税を拒否した。彼らは正式に共和国の建国を宣言し、12人から14人で構成される内閣ディワンが構築された。そして彼らが毎年5月に選出する総督と元帥が指導者となった。1627年から1630年まではディワンはオルナチオス人に支配されていたが、 次第に、アンダルシア人と総称される日、オルナチョス系モリスコの数が増えるにつれて不満が高まっていた。1630年に起きた、生産な内紛の後、カーイーダは、アンダルシア人が選出し、ディワンは定数を16人に固定した上で、アンダルシア人とオルナチョス人が8人ずつ選ぶ、体制を取ることで合意がなされた。1641年、北。 モロッコで急速に勢力を広げたディーラー・イー・教団が、され、共和国に優位を認めさせた。1660年代初頭になると共和国は、ディーラー・イー・教団絡みの内乱に巻き込まれ、これにつけ込んだアラウィー朝のムーレーア・アイコール・ラシードの、進行を受け、共和国は、独立を失った。ダニエル・デフォーの作品ロビンソン・クルーソーでは、海賊の捕虜となり町で旅修の身となっていた。 主人公が、され川の川口から船で脱出する場面がある。ありがとうございます。